はい、皆さんおはようございます。お休みなんですけれども、今日は英語講座をね、続けていきたいなと思います。前回はですね、進行形っていう話を始めたと思います。それでやったのが、現在の進行形ですね。現在の進行形の基本的なところをやったんですが、今日はその2回目ということで、過去の進行形をやりたいなと思ってます。57回目ですね。過去進行形です。この過去っていうのがね、言葉を聞いたときにどれぐらい、あの単語だなって思い出せるかなんですけども、じゃあポイントですね、お先に言っておきますと、過去進行形はこれです。was, were, plus ing となってますね。覚えてますか？be 動詞をね、最初にやったと思いますが、それの現在形があったのが1つと3つありましたね。で、過去形は2つありましたね。was が1つ。were がもう一つでしたね。なので今日はこの2つの単語をよく使いますよ。で、その後に出てくる動詞に ing をつけますよ。まあ、これ自体は前回と全く一緒なんで。なので前回が現在形で is, am, are ってあったのが、今回は was, were になるだけです。基本的にはね。はい。というわけで、過去進行形も別にそんな難しいことはないと思うので、やっていきましょう。じゃあ、3つ例題がありますけれども、まあ、1つ目いきますとですね、I am、これね、なんて読むか。writing っていうんですね。writing a letter now. I am writing a letter now. I am writing a letter now. ね。はい。これどういう意味かというと、なんかちょっとずつわかる単語もありますよね。レターなんかなんかね、ラブレターとか言いますし、レターって言いますよね。これ手紙ってことですね。手紙。ね、もし新しい単語で初めて見るなと思う人がいれば、これ手紙なんだということを覚えておいてくださいと。で、もう一つ、手紙をじゃあどうしてるのっていうね、いう現在進行形になってますが、ここの write っていう単語はね、実は、write なんですね。最後ね、e。で、これ ing にするときの、ちょっと不規則な例をまたやりますって言ったんですけど、そのうちの一つがこれですね。e で終わっている単語、まあ、動詞ですね。それを ing にするときは、この e を最後消して ing にするんですね。はい。なので、この e が消えとります。はい。それが一つね。write が writing になります。で、まあ、高校の人だと、ライティング英語ってよく言うので、知ってると思うんですが、これは書くっていうことですね。意味は書くという、ものですが。はい。じゃあ、これで分かってきましたかね。手紙を書いてるってことですね。はい。手紙を書いています。で、now、これは覚えてますかね。now ってね、今っていうんですから、私は今、手紙を書いているところです。今、書いてます。っていうことですね。ね。はい。で、ちょっと知らない単語とかもあったかもしれないんで、難しいかもしれませんが、要は、I am writing ですね。ここが一番大事だったわけですね。私は書いていますっていう文章でした。じゃあ、それは、そこから1日経ちました。もう書いてません。というわけで、1日経っても書き終わってるんで、まあ、書いてたよっていうことを言いたいわけですね。つまり、過去の進行形にするんですね。過去の進行形。現在進行形はしているですね。今ちょうどしているっていうところなんですが、過去進行形の場合はですね、この日本語の意味がですね、何々して、していたっていうふうな意味になります。ちょっとしがうまく書けない。していた。ね。こういうふうな意味になりますので、覚えておいてほしいなと思います。何々していたよってことですね。過去形はちょっと違いますよね。したでしたよね。昨日何々をした。けど、していたっていうのはちょっと違うの分かります？その時において、継続何かやってたよ。進行してたよっていうことを言ってるので、過去進行形の場合はですね、大抵その時間を特定するような、かなり細かい時間を特定するような単語、表現っていうのが出てきます。それがこれなんですね。はい。then っていうのでね、まあ、その時っていう意味なんですけど、まあ、それちょっと良いとして、まずは過去進行形を書けるようにしましょう。過去進行形はってポイントを見ると、was, were, plus ing なんで、どっちか入れましょう。was, were。はい。じゃあ、主語が I になってるなっていうことを確認して、この場合は was, were、どっちを入れればいいですか？これは覚えてますね。were じゃなくて was です。はい、失礼しました。was。I was ですね。で、ing つけるっていうことは一緒なので、writing ってしますね。
で、ここでさっき言った通り、E と綴ってはダメですよ。ここは ING にするときは E で終わっているので、その E を消して ING にしてもらいます。まあ、つまり、ここの、ここでやってるのと一緒ですね。E を消すと。はい。というわけで、これが答えになります。はい。読んでみますと、I was writing a letter then. ね。I was writing a letter then. はい。というふうな文章になります。これで私はその時、ね、その時手紙を書いていましたというふうな表現になります。はい。ちょっと新しい単語も出てきていると思うので、そのあたりもチェックしておいてほしいなと思いますが、これが一つ目ですね。私はその時手紙を書いていました。ということです。で、二つ目ですね。She is talking to her boyfriend now. ね。She is talking to her boyfriend now. She's talking to her boyfriend now. というふうな一文です。ちょっと長い気がしますね。あの今まで出した例文よりは、まあ、比較的長めだなと思いますが、まあでもそんな大したこと言ってなくて。She ですね。She、彼女ですから。彼女が is talking。これ現在進行形ですね。話していますってことですね。話しています。ね、で、誰にかっていうと、to her boyfriend。これ覚えてますかね。まあ、ボーイフレンドってこれなんかわかりますよね。まあ、彼氏っていうことですね。彼氏と。で、これわかります ?her。これちょっと前にやった認証代名詞のところ思い出してくださいね。she, her, her, hers ってありましたよね。she。これ she はこの she ですね。she, her, her, hers でしたから。これは彼女はっていうのが she だったのに対して、2回目の her、2個目の hers。つまり she, her。彼女のという意味でしたね。はい。なので、ここは彼女の彼氏ってことですね。まあ、彼女の彼氏って変な感じですね。日本語で言うのもね。なので、日本語で言うときは結構この、なんていうんですか、her っていうのは、まあ、書いてもいいけど、学校のワークとかね、テストとかだったら書くんですけど、日常でこうやって話すときは、彼女の彼氏って言いますよね。まあ、あの子の彼氏とか、例えば、何々ちゃんの彼氏とか言いますけども、彼女の彼氏ってなんかね、ちょっと冗長な感じしますね。まあそれは置いといて。で、それが now、今だっていうことなんで、どういうことかというと、彼女は今、彼氏と話していますってことですね。まあ電話かなんかしてるんですかね。そんな感じで、彼女は今、彼氏と話してるよっていうことを言いたいわけです。じゃあ、それを過去進行形にしたいわけですね。過去進行形にしたいわけです。これが現在進行形、is って書いてるんで、現在だと把握してくださいね。判断してほしい。で、過去進行形にするときは、もう一回ポイントを振り返ると、過去進行形は was, were、足す ing でしたから、どっちになりますか ?she のところは、どっちが入ります答えは was ですね。はい、で、ing をつけるんで、talking になります。というわけで、ここが was になりますね。she was talking.ING と続きます。はい。なので、ここまでで、彼女は、彼氏と話していました。話していましたね。していたですからね。話していました。というような意味になります。で、ここをちょっと見てください。at that time っていうのはね、まだ処理してないんですが、これはどういう意味かというと、まあ、that っていうのはあのっていうことですよね。うん。で、time っていうのは時っていうこと。で、まあ、アットっていうのはどこどこにっていう、まあ、どこどこっていう場所でも言えますし、何々という時間ということも実は言えるんです。まあ、このアットはまだ、後で話します。後でというか、次回以降話しますね。まあ、結論から言っちゃうと、この at that time っていうのは、その時という意味で、then とイコールになります。はい。イコールになります。この then っていうね、4文字の非常に便利な単語が、イコール、その時なんで、at that time になるということですね。書いておきましょうね。はい。こういうふうになります。その時という意味で、イコール then というふうなものになりますね。はい。なので、もしその時って聞かれた時に空欄が一つしかなかったら、then で言ったりですね。はい。まあ、then のこれ綴りは t, h, e, n ですね。はい。で、3つ空欄があった時にその時って表現しようと来たら、at that.time というふうに書いたらよろしいということになります。はい。というわけで、ここまでで、彼女はその時、彼氏と話していましたというふうな文ができました。
じゃあ最後ですね、見ていきましょう。こちら、5つ目、We are walking in Omiya now. ね。We are walking in Omiya now. はい。これはどうでしょうかね。この前、We are running to the station っていう例文を作りましたね。あれは駅に走っているところですってね。走っていますっていう表現でしたけども、次は We are walking ですね。Walk って皆さん知ってますか？これはね。Walk。まあ、散歩というか歩くということですね。はい。歩くという表現です。で、散歩するって言いましたけども、これもしかしたら覚えておいたらいいかなと思うのがですね、Take a walk っていうね、表現があるんです。Take a walk っていうのは、まあ、歩くことを取るっていうのが直訳ですかね。歩くを取るということで、これ要は散歩するってことですね。はい。散歩するということになります。はい。まあ、こういうふうな、熟語というんですかね、イディオムというんですかね、単語がこう3つぐらい寄せ集まってですね、ある意味を作るんですね。で、この4つ集まったときに、ちょっと違う、もともとの単語、それぞれの単語の意味とは違う意味になったりもしますので、ここはちょっと覚えなきゃいけないことが多いです。はい。そういうのもですね、またちょこちょこ、それが出てきたときにお話ししていきたいと思いますが、その一例が、まあ、take a walk ね。はい。散歩するという意味でした。はい。まあ、今回は歩いていくだけでいいんですけども、じゃあ、この文章は何、どういう意味かというと、私たちは今、大宮で歩いてますってことですね。はい。まあ、なんか電話してるんですかね、またね。今、大宮いるよ、みたいな。ちょっと歩いてるみたいな感じですね。はい。じゃあ、それが、1日経ちました。もう、いません。ね、東京に帰っちゃいました、みたいな。だったら、どういうふうに言うのか、その電話してた時、例えばそれが、夕方の4時半だとしましょう。ね。夕方の4時半に電話してたよ。で、歩いてたよ。っていう時は、過去進行形にするわけですね。はい。過去進行形。ポイントにもう一回戻って、was が were を入れて、plus ing でしたから、もう大丈夫ですね。ただ、was was と来たけども、これ、we で来てますから、この単語はね、主語がね。じゃあ、we の、時の be 動詞の過去形はどっちでしたか。ね。これは覚えているんじゃないかなと思いますが、もちろんこちらですね。were。ね。we were walking。で、この walk のところに ing を入れる。で、完成です。we were walking in Omiya at 16:30. まあ、4:30 でもいいですけども。はい。ということになりますね。はい。これで私は、私たちは、4時半にはですね、大宮を歩いていたよ、みたいな感じになりますね。はい。ちょっと新しい単語とかですね、表現とか、イディオムも話したので、ちょっと脱線しちゃいましたけども、こういうふうなね、脱線っていうのは意外と大事だと思うんですよ。こういうふうなところで、ちょろっと頭に入れておくとですね、もう一回出てきたときに、ああ、前やってたやつねって思い出せると思うので、なので、ちょこちょこ脱線はしていきたいなと思っています。はい。今日のポイントは、それ、最後もですね、今日のポイントはこの過去進行形っていうところでした。前回やった、is, am, are っていう B 動詞の現在形プラス、ing だったのがですね、過去になってますので、was, were, プラス、ing というふうになるというところを押さえておいてください。B 動詞ができれば、ここはできると思います。はい。基本的には。で、現在、過去ときましたから、前回も言いましたけども、次は未来ですね。未来進行形っていうのを次はやってみたいと思います。まあ、それもね、そんなに恐れることはありません。はい。一緒にやっていきたいなと思います。では、今回はこれで以上になります。ありがとうございました。